今回の展覧会はですね、ここ姫路市の美術館が一箇所、その他にもう一箇所ですね、所作山円行寺というこの姫路市内にある山の中の非常に古い広大なお寺で、西の比叡山と言われている円行寺というところでも展示をしております。本家取りというテーマを設けまして、構成をいたしました。まあ、毎回展覧会ごとにいろいろな、全く異なったテーマでやってきまして、私も74歳になりまして、海外の生活が、半世紀以上にわたって、ニューヨークにいまして、そこから日本をずっと眺め続けてきた、経験からですね、日本文化というのはどのようにこう特殊であって、それがどういう基本概念に基づいて流れてきたのかということをずっと考え続けてきまして、それは本家取りというある一つの歌の伝統がいろいろなジャンルに影響を及ぼして、今の日本文化というのは今日に至っているのではないかなということに思いをいたしましてですね、本家取りというテーマでもって、歌だけではなくて、それを本家取りの手法をとってですね、私が現代美術の作家として自分自身でもその本家取りという手法でもっていろんな作品を作ってきた、それを新作も含めて一挙に公開しようかと思っている次第でございます。火山法王が二度目にここへ来られた時に、イムロの塩原にここでスケッチをさせて、弥勒寺でスケッチをさせて、都で古瀬の広隆が、が作ったものをこっちへ貸しされたんですね。でそれの写しが東京大学図書館に残っている。この所作山円行寺の開山がですね、この松空上人という方で、平安時代のお坊さんです。この方が開山をいたしました。でですね、これはそのポートレートなんですけども、これは私が最近撮りまして、その元となったのが右側にあるこの松空上人の像なんですけども、この松空上人の像というのは本当に数十年前に発見されまして、その時はご住職のお話によりますと、江戸時代の上からこう漆が塗ってありまして、ボロボロになっていたと。で発見された時にその、表面がボロボロと剥げて、落ちるので、それをきれいにしましたらこういう、像が発見されまして、膝前は江戸時代の候補なんですけども、その お顔と、体はこれはもう平安時代の創建当初の松空上人が生きていた時のお像ではないかと。その後で高名な弟子がそれを彫ったという記録があるんですよね。でそれがですね、自伝によると、それは平安時代にもすでにその像は、燃えてしまったということになっていたんで、そのまた写しみたいな像がありまして、それがですね、重要文化財に指定されてずっと今まで、伝わってきたんですけども、実はこちらの方こそが焼けてしまったんですが、本当は焼け残ってこう伝生したという、像ではないかというのが今学会でもこう認められつつあるという、そういう貴重なお像なんですよね。で実はですね、その松空上人の像というのがですね、古瀬っていうこの有名な平安時代の、絵描きによって描かれていた素晴らしいその絵が残っていたんですけど、それも惜しくも明治時代に円行寺の宝蔵が焼けてしまいまして、その時に焼失してしまったんですね。この古瀬派の絵画というのは有名なのは根津美術館の那智の滝ですね。そういう素晴らしい作品を描いた作家がですね、この像もその絵画として残っていた。ですから今はもうその当時を忍ぶのはこの像しかないんで、その個性派の絵はこうであっただろうということを心に思いつつ再現してみたのは、この像を撮ったこちらの掛け軸になります。
この一点はですね、世界中の海をめぐって撮影してきた海景シリーズの一点です。これはですね、ノルマンディ地方ですね、フランスのノルマンディの海岸線を撮ったもので、なんでここに行きたいかと思ったのには2つの理由がありまして、それが本家となったというんですかね、有名な、まあ、ここに出してありますけれども、クロード・モネの、エトルタの断崖と日没という絵があります。これ有名なもので、この断崖は何回も描かれていますが、この海を見てみたいと思ったのが一つですね。で、実際に、ね、断崖はこの辺にあります。ただ海景としては陸地は揺れないということで、この断崖を外したここを撮ったんですね。で、もう一つはですね、この同じ海をですね、クールベも描いてるんですよね。で、クールベの描いた海はモネとは正反対に荒れた海なんですね。ああいう波涛がこう波立っている。で、ここも同じ海だということで、今回はこちらの美術館に所蔵されている国富コレクションからですね、このクールベをお借りいたしまして、ずっとこの水平線がちょうど合うようにここに展示したというふうに、まあ、凝ってみたわけです。この作品はですね、観念の形というタイトルがついています。明治時代に東京大学ですね、数学の研究のためにですね、ドイツで作られた数理模型、石膏製なんです。それでできた模型を輸入しているんですよね。で、それを撮影したものです。で、こちらのもこれも数理模型なんですけども、まあ、その石膏のモデルというのは精度が悪いんで、現代の日本の最高の工作機械の技術を使えば100分の1ミリの単位でできるということが分かりまして、これは現代の100分の1ミリのスケールで作られた数理模型なんです。で、これの本家となったというものはですね、そこの壁にかかってますが、マンデーですね、まあ、デュシャンの盟友なんですけども、彼がですね、この同じ型から作られた数理模型をパリのポアンカレ研究所というところにありまして、それを見て非常に興味を覚えて、撮影してるんですよね。で、それと全く同じものを、マンデーと、まあ、対抗意識を燃やしてですね、杉本が撮るとこういうふうに見えるということで、全く違う角度から、撮ったものなんで、まあ、ぜひ、見比べてみてください。ここの場所はですね、まず写真なんですけども、デュシャンの、まあ、レディメイドの代表作の一つで、まあ、あの泉とタイトルが付けられていますが、実際には男性用の、衛生陶器を展示したもの。1917年にニューヨークのアンデパンダン展でしたね、出品されて大騒動を巻き起こした、作品で、それそのものは捨てられてなくなってしまっているんです。それをまたもう一度レプリカとして作り直しているというのが作品になっているんです。その作品をまたぼかして撮ったものですね。こちらにあるのがその泉に触発されて作られた茶道具としてのお茶碗ですね。これを泉として作りました。ですからこれで実際にお茶を飲もうというわけなんですね。非常にある意味ではブラックユーモアに、まあ、満ちているんですけども、まあ、よく見ていただくとちゃんとこの、ポツポツポツの三角形の穴まで再現されています。これはですね、アンディ・ウォホールの書をですね、熟装したものでございます。で、これはですね、京都の宿帳に書かれた、その宿帳そのものが手に入りまして、そこには他にもいろいろな有名人が名前を連ねられるんですけども、このウォホールのところだけはそこをや切りまして、表現したもので、1974年の11月5日、大丸百貨店の展覧会に来日した時のサインだと思われます。
それをですね表具にしたんですけども、表具の中回しのところは、平家農協の扉絵の紙を使っている。これはあの大正年間に復刻をしたところに田中新美という人が非常に素晴らしい復刻をして、その時の余りの切れが残ってましたので、平家農協とアンディ・ウォーホルが合体したというのがちょっと面白いんじゃないかな、シュールレアリズム的な感覚で。それに、まあ、トマト缶を1年間ニューヨークのベランダで錆びさせたものを、寝頃の丸盆の上に載せてあります。この展覧会に合わせてですね、ノークライマックスという映画を作りました。この会場でもあのホールで上映いたしております。斧をですね、あの前近代の状況で再現してみて映画に撮ってみようと。だから一切人工光は使わない。でこの姫路にはですね円行寺というお寺がありまして、その円行寺の舞台を使って撮る。それと姫路城ですね、ここの姫路城を自由に使って撮ってもよいということで、姫路城ですね3時半に集合して日の出を待つと、その朝日を浴びてお城のこの炉といいますね、その城郭から朝日が入っていく、その朝日を受けてお能が始まるという形で映画が作られました。で江戸時代まではですね、あのお能というのは夜は、まあ、光がないから見えないわけですよね。で碁盤をやるという約束を得て、新南女狂気ですね、この碁盤を1日朝から夕方までやっていたんですね。ですからその通りに、まあ、再現してみると。ただ全部やるともう1日かかりますので、そのノークライマックスのそのクライマックスのですね、いいところだけを1曲10分程度にまとめて7曲じゃ6曲ありますが7曲なんですよね。ですから1時間10分にまとめた映画ができました。で、なるべくですね、桃山室町江戸初期の能面を使う、まあ、表といいますけども、これが財団の収集としてかなりのいい表が集まってきました。これを実際に使ってほしいと。普通は使うようなものではなくて、美術館で見るような表を使って、で衣装もですね、実際にこの江戸時代の素晴らしい衣装を使ってきて待っていただきたいということで、この能装束は藤田男爵家が集めたものの一つです。こちらの書はですね、大木住職に、書いていただいて、大木住職はですね、その諸砂山円行寺の、去年お尋ねした時は住職であられました。97歳でございます。何か一言、この展覧会に向けて書いていただきたいというお願いをしたんですね。ところがですね、今年になりましてですね、天台座主にお付きになりまして、こう今は芸家と呼ばれる方になって98歳におられました。で、徳は子ならず必ず倫ありですね。ですからこれは孔子の言葉なんですけども、徳のある人っていうのは非常に孤立をしがちなんですけども、必ずその教官を呼んで助けてくれる、ま、仲間の方が人々が現れるという非常に意味の深いお言葉です。でこの時は天台座主というふうにおなりになりました。こちらはですね、私も何か書をこういう感じでということで、まあ有意義となってますけども、これはあの禅宗の方で、まあ禅のお坊さんが、まあ死を意識した頃にですね、自分の一生を顧みて何かことを残すというのが伝統がありまして、私は別に禅の坊さんでも何でもないんですが、まあ真似をしてやってみようということで有意義というのを考えて書いてみました。禅語深くですね、禅の言葉は
勉強したけどよく分からなかったと。でもう冥界、もうあの世がもう冥界に迫っている。で、至る霊界の表ですね、もう冥界は霊界ですから、ここから野球に例えてるんですけども、もう霊界の表に立ったと。それで急に今度は球界なんですね、L9 階の裏、9階の裏のバッターボックスに立った。それでしかも満塁の席にバッターボックスに立った。満塁というのはまあこの涙が浮かべるということになっているんですけども、そしてその一番の大所でバットを振ってみたら空振りだったという、私の人生でございました。